マーク1、マーク2、マーク3、ゼロチャージ。はい、皆さんこんにちは。ロボット大好き、メカも大好き、ロボラボです。さあ、今回はまたこれ来ました。73年放送のゼロテスター。さあ、今日は2号機です。テスター2号。まあ、ちょっと前に4号機で遊ばしてもらったんで、まあ、今日もまた同じバンダイさんのプラモデル、まあ、こいつは再販のやつだと思いますけれども、まあ、これをまた、まあ、ほぼ素組みで組み立てたいと思いますので、まあ、もう2023年も終わりが近いというのに、この50年前の作品を振り返るという、まあ、自分自身ね、本当に2024年の方向を向いているのかと、まあ、ツッコミを入れたくなりますけれども、まあ、最後までマイペースで行かさせていただこうと思います。これ中古で買いましたが、まあ、1号と基地以外はもうそんなに高くはないよね。まあ、成形色こんな感じで、まあ、メインカラーとか劇中に寄せようとしてくれてはいるんですけども、ただやっぱり結構違うところもあるから、まあ素組みと言っているんですが、今回もまあちょっとだけ塗りやすいとこだけ、まあ部分塗装しようかなと思います。まあ、こんな感じのねパーツの構成になってますが、まあでもやっぱり今回もパーツの処理とか合わせ目の加工とか、もうそういうことはね一切しないんで、まあなるべく早く形にして遊ぶということを僕は目的に進めたいと思います。あとそれ以外のパーツだと、まあ、この辺のギミック用のスプリングとかシャフト、あとデカールが付属してますね。じゃあこの後組み立てていきますけれども、まあ、このキット積んでる方、まあ、将来ねこう作り込みたいと思ってる方の、まあ、参考になればと思います。まあ、ぜひ最後までお付き合いください。そしてまたチャンネル登録やグッドボタン、あと旧 TwitterX のフォローもよろしくお願いします。さあ、だいたい出来上がってきましたが、まあ、僕のやつは一応コロ走行用の車輪がまあついてるんですけども、まあ今回は使用しておりません。だからねがっつりと穴ぽこ開いてますけれども、で前輪のパーツ、まあこれは一応まあ差し込んで、まあ使えるようにはしてあるんですけども、まあいらないかなと。まあ塗装はまあさっきも言いましたが、ボディちょっと塗り分けた方がいいかなと思いましたので、まあこのねちょっと薄いグレーの部分、あとこの尾翼っていうのかな、まあ、これら一部をババッと簡単に塗りました。まあ、雰囲気出てればいいかなっていう感じ で、あとはデカールを貼ったら、まあ、完成ってことにしちゃおうかなと思っております。さあ、そんなわけでとりあえず形になりました。さあ、テスター2号2号機です。このバンダイさんのね昔のプラモデル、まあ、結構ギミックも楽しいよってことでね、まあ、たまに取り上げてるんですが、特にこのゼロテスターのシリーズはね、まあいろいろと動くんで、まあ、ただ劇中とはまあちょっと違ったりするんですけども、それでも僕はまあポピニク版の方よりも楽しいんじゃないかなと思って、まあちょっと気に入っております。そして子どもの頃からね、僕にとってはまあこいつが一番謎形状なんですけれども、でも大人になってみるとね、なんかこの形がねもう印象に残って、まあ、メカデザインはねスタジオヌエってこと で、この辺がコクピットみたいなんだけど、まあ色は塗ってませんが、まあでもこうやって見るとね、このそびえ立つ母艦みたいな感じが、やっぱり心なしかこう迫力のあるデザインですね。まあ実際も結構な大きさなんですけれども、じゃここで付属品の紹介。まあ、これが宇宙艇って書いてあるんですが、まあ、テスター1号とか、まあ、それのマーク1みたいに一瞬見えちゃうんですが、まあ、でも気のせいでした。で次が宇宙スクーター。もうねスケールは度外視みたいですけれども、これどういう構造になってるんだろうみたいなデザインですね。これが2つついております。まあ、ちなみに小型メカ、まあ、今回全く塗装しておりません、ごめんなさい。で次がフライングボート。まあ、車輪みたいなの見えるけどコロ走行とかはできません。そしてこれがロケット。ロケットって感じですけれども、まあ、これね一応本体に収納できるようになってますんで、まあ、後でお見せします。あ、そうだ、これの底の部分だけ銀色に塗りました。まあ、赤い成形色だったんでね。で最後にこれがヘリコプター。まあ、急に普通のメカですけれども、まあ、こちらも2個付属しております。
まあ、ローターの部分は接着してるんで、まあ、回転とかできないですと。まあこんな感じが今回の付属メカとなっております。まあ、このゼロテスターのプラモデルシリーズは、まあ、自分には見覚えがないような、まあ、謎のメカも付属してきたりするんですけども、まあ、でもね、小型メカがいっぱいついてきて、まあ、きっと子どもの頃だったらワクワクしちゃってたんじゃないかなと思います。じゃあ次はギミックで遊んでいこう。これは劇中を割と彷彿とさせるんですが、この部分のハッチが開くようになってます。まあ、劇中だとここにテスター1号機が収納されたり、もしくはね、分離してここに収納発射されたり、まあ、そんな描写があるので、まあ、つまりこいつは結構でっかい機体ということになります。さっきお見せした小型メカがここに入るのかと思いきや、まず実はね、そういうわけではないんですよ。まあ、このプラも組んだことがある方にはお分かりかと思うんですが、まあ、この中に収納するのがこのロケット。まあ、このプラモの一番のギミックかと思うんですけれども、この横についてるスイッチ。これがね、何かと思ってたらこれを使います。まあ、上からロケットを差し込んで、さあこの状態です。これで一応ね、収納完了です。で、赤いスイッチを押しますと、いや全然パワーないね。ごめんなさい、もうくたびれちゃってるみたいです。以前動画にしたテスター4号のキットに、このね、ちっちゃな1号機がついてるんですけど、でもこれでも一緒に飾るには大きすぎるかな。まあ、あんまり立て付けが良くない仕様なんですけども、とりあえずこんな形で、あと他にもちょっと気になる分割線がありますけども、これもこのようにハッチを開けることができるようになってます。で、格納庫、まあ、ここの辺は一応シルバー塗りましたけど、でここに先ほどの小型メカを格納していくことができるわけです。これ一応ね、形状的に入るとこと入らないところがあるんですけど、まあ、おすすめの位置としては、まあ、僕の場合はこんな感じでしょうか。3番目はこっちの方がいいね。まあ、2つついてるやつも多分1つずつしか入りませんけれども、さあこんな感じで、まあ、これでね、中に入れたまま遊ぶとね、やっぱりカラカラしますけれども、まあ、このように僕が子どもの頃大好きだった、まあ、ちょっとした基地遊び的な、まあ、収納遊びみたいなことができるようになってます。まあ、設定とは違うところがあったとしても、まあ、子供の頃の僕だったらね、この辺はもう全然気にせず楽しんでんじゃないかな。まあ、スケールはいまいち合ってなさそうなものの、まあ、やっぱり完成してからは、まあ、僕先ほどもお見せしたこの4号のおまけの1号で、まあ、結構一緒に絡めて遊んでます。まあ、カプセルポピニカ版があればそっちの方がお似合いなのかな。完成後の大きさ、長さは16センチぐらい、高さは12、3センチって感じ。この作品の初放送時、僕生まれてはいるんですけど小さすぎて、まあ、大人になってからソフトを見たんですが、まあ、ただそれもね、結構昔なんであんまり覚えてないけど、まあ、設定的にはこの機体、まあ、後の方で改良されて、まあ、変形メカになるんですね。結構すごい変形で、まあ、この辺とかの、まあ、周りの側の部分が、まあ、全部外側に展開して、で、なんて言うんだろう、まあ、空母みたいな要塞艦形態になるんだけれども、まあ、一見なるほどなっていう変形なんだけど、でもよく考えるとね、まあ、ちょっと無茶してるかもって思えるような、まあ、変形工程なんだけど、まあ、もしこの作品未見の方で、まあ、気になる方は第53話以降をご覧になっていただければと。まあ、これソフト化とか配信とかされてるので、まあ、見やすい方かと思いますので。では一通り遊んだところでこの辺で、まあ、前回もご紹介した4号機も一緒に並べておこうかな。あと残るはこのゼロテスター3号なんですけども、ちょっとこいつがね、ほぼ素組みで組みたいと思ってる僕にとっては、まあ、一部気になる部分があるキットでして、まあ、元の成型色、まあ、すごく僕は個人的にいい色だなと思ってて気に入ってるんですけど、ただこれ機種のとこだけ、まあ、別の色、黄色に成型色になっちゃってて、まあ、ここがもし気に入らないと、まあ、メインのボディは全塗装した方が良さそうだな。
その辺どうしようかなっていうところなんですけれども、まあ、もし組み立てた時にはまた動画を撮影して、で今度はね、あの2、3、4号機全部並べて、あとうちの場合はエボトイの1号機かな、まあ、とりあえず全機集合っていう形で映像を撮りたいと思います。それができるとしても、まあもう2024年以降になりますけれども、まあ、いつか司令基地も作ってみたいな。まあすぐみだけど、まあ今日はこの辺で、まあ、ゼロテスターの動画もこれで3回目ですが、また皆さんからのねコメントお待ちしております。当時の思い出エピソード、あとこの作品知らない方がね初めて2号機見た、まあ、この感想なんかも書き込んでいただけたらと思います。それでは次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。その時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。